アリゾナカージナルス、アリゾナカージナルス、略称、アリは、アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス近郊のグレンデールに本拠地を置く NFL チーム、NFC 西地区に所属している2001年まで NFC 東地区に所属していた。現存するプロのアメリカンフットボールチームの中で最古の歴史を持つ、スーパーボールが始まる前の1925年、 1947年に NFL チャンピオンとなっている。第43回スーパーボールに出場している。チームは1898年にクリス・オブ・ライエンによりモーガン・アスレティック・クラブとしてシカゴで創設された。1899年にチームはホームスタジアムをノーマル・パークに移しラシーン・ノールズと会称1901年に シカゴ大学からマルーンのユニフォームを購入した。この時オーナーはこれはマルーンではなくカージナルレッドだと述べて、それがチームの愛称となりらしいカージルスと解消した。1906年に一旦チームは解散したが1913年にプロチームとして再建された。1918年に第一次世界大戦、スペイン風邪の影響で活動を一時停止したが、 年内に活動を再開した。1920年に NFL 当初はアメリカンプロフェッショナルフットボールアソシエーション。1922年からナショナルフットボールリーグのオリジナルメンバーとなった。NFL 発足当時から現在まで存続している。チームは他にシカゴベアーズ。当初はデカターステイリーズだけであり1921年にグリーンベイパッカーズが加入した。 1922年に、ウィスコンシン州ラシーンからシカゴに移転し、シカゴカージナルスとなり、本拠地もコミスキーパークに移した。1925年に11勝2敗1分の成績でチームは初めて NFL チャンピオンとなった。1929年、オブライエンオーナーは、デビッド・ジョーンズへ2万5000ドルでチームを売却した。その後1932年に、ジョーンズから、 チャールズ・ビドーイルへチームの売却について合意がなされが、シカゴ・ベアーズの株式を持っていたビドーイルがこれを売却する1933年まで合意が公表されることはなかった。その後1930年代には10年間で2回しか勝ち越しできなかった。1933年よりリーグは東西2つに分かれることとなったが、カージナルスはウェスタン・リビジョンに所属することとなった。 1936年から1945年までは10シーズン連続で負け越した。第二次世界大戦の影響で1944年に1シーズンのみピッツバーグスティーラーズと合同チームを結成し、カードピットとなったが10連敗を終わった。1945年は1勝に終わったものの1946年には6勝5敗と勝ち越し。 1947年に9勝3敗の成績を上げたチームはその年の NFL チャンピオンシップゲームでフィラデルフィア・イーグルスを28から21で破り旅目の NFL チャンピオンとなった。しかし優勝の8ヶ月前にビドイルオーナーは肺炎のために亡くなっており未亡人のバイオレット・ビドイルがオーナーに就任していた。この時のスター選手はキュービーポール・クリストマン。 HB チャーリートリッピ、エルマーアングズマン、FB のパッドハーダーラであった。1948年チームは11勝1敗で2年連続 NFL チャンピオンシップゲームに出場したがこの年は0から7でフィラデルフィアイーグルスに敗れた。1949年バイオレットオーナーはミズーリ州セントルイスの実業家、ウォルター・ウォルフナーと結婚した。 チームは6勝5敗1分でシーズンを終えた。1950年 NFL にオールアメリカフットボールカンファレンスから4チームが加入した際、アメリカンカンファレンス、1953年からイースタンカンファレンスに所属することとった。チームは1950年代の10年でわずか33勝しか上げることができず観客は、まばらとなりチームは倒産寸前となった。 1959年シーズン終了後、フランチャイズをセントルイスに移転し、セントルイスカージナルス、MLB 球団のセントルイスカージナルスと同じ、相性をと解消した。この移転には1960年から NFL に対抗する AFL が誕生する際に、セントルイスに球団が設立されるの阻止する目的も含まれたものであった。セントルイスへの移転は、 NFL のオーナー会議にかけられて12人のオーナーによる全会一致で移転は承認された。この時代のスター選手は、ラリー・ウィルソン、チャーリー・ジョンソン、ジム・バッケン、ソニー・ランドル、ジム・ハートラである。1962年にバイオレットは亡くなり、息子のチャールズ・ビドイル・ジュニア、ビル・ビドイルがチームを運営するようになった。1964年、ビドイルオーナーは、 アトランタにチームを移転することを検討したが、新スタジアムを建設するので、止まるようセントルイス市当局の訴えを受け、移転は白紙となり、アトランタにはアトランタファルコンズが新フランチャイズとして誕生することとなった。1965年チームは4勝1敗と、コースターとを切ったが5勝9敗でシーズンを終えた。 1966年も一時8勝2敗1分でイースタンカンファレンストップを走ったがそこから3連敗して8勝5敗1分となりプレイ F 出場は果たせなかった。1967年チームはイースタンカンファレンスのセンチュリーディビジョンに所属することとなった。この年は6勝7敗1分で終えた。1968年9勝4敗1分の好成績を残したが プレーオフ出場は叶なわなかった。1969年は4勝を9敗1分に終わったがこの年から14シーズン、カージナルスでプレイし後にプロフットボール連動維持を果たしたロジャーウェールリがミズーリー大学から入団し、先発セーフティとして活躍した。1970年の NFL と AFL の統合した際に NFC の東地区に所属することとなった。 1970年11月、チームは、ヒューストンロケッツ、ニューイングランドペートリオッツ、ダラスカウボーイズに3試合連続で、完封勝利を果たした。コットンボールで行われた、マンデーナイトフットボールのカウボーイズ戦では38から0の対象であった。しかし、シーズン最後3試合のニューヨークジャイアンツ、デトロイトライオンズ、ワシントンレッドスキンズ戦に3連敗し8勝後、敗1分に終わり、 プレイオフを逃した。1971年から1973年までは3年、連続4勝9敗1分に終わった。なお1972年からビル・ビド・イルが単独オーナーとなり、現在までチームを所有している。一つのファミリーが NFL チームを所有している期間として、これより長いのはニューヨーク・ジャイアンツ、シカゴ・ベアーズだけである。 1972年シーズン終了後、ラリー・ウィルソンが現役を引退。1973年チームに、サンディエゴ州立大学からドン・コリエルがヘッドコーチに就任した。1974年、チームは開幕から7連勝を果たし、NFC 統区優勝を果たした。チームがプレイオフに出場するのは1948年以来のことであった。プレイオフ。 敵地メトロポリタンスタジアムで行われたミネソタバイキングス戦でチームは7から0と先制したがハーフタイム前に FG に失敗するとモメンタムを失い後半開始7分で16失点するなど4から30で敗れた1975年もチームは地区優勝を果たしたがロサンゼルスメモリアルコロシアムで行われたロサンゼルスラムズ戦でローレンスマッカチオンに NFL のプレーオフ記録となる202ヤードを走ら、ジャック・ヤング・ブラッド、ビル・シンプソンにインターセプトリターン TD を許すなど23から35で敗れた。この時代チームは、ダンディ・アードルフ、コンラッド・ドブラー、トム・バンクスといった優れたオフェンスラインに支えられた。この時代のチームは、接戦が多く、メディアやファンは、カーディック・カージナルスとチームを呼んだ。この時代のスターは、 ウェールリー、メルグレー、テリー・メトカーフ、ジム・オーティスであった。1976年、チームは10勝4敗の好成績を残したが、同じ10勝4敗となった、同地区のワシントン・レトスキンズに2敗しており、NFC のチームとして10勝しながら、初めてプレーオフ出場を逃した地位となった。1977年チームは、 シーズン途中6連勝を果たしたが、その後翌1978年にまたがり12連敗した。この連敗の中には1976年、創設されてから26連敗し、ホームではまだ勝ち星を挙げていなかった、タンパベイバッカニャーズにタンパスタジアムで敗れた試合も含まれた。1977年シーズン終了とともに、コリエルヘッドコーチ、メトカーフ、ドブラーはチームを去った。 1978年チームは、オクラホマ大学を17年監視した名称、バド・ウィルキンソンを、新ヘッドコーチに迎えた。しかし、ウィルキンソンは1963年を最後に、コーチを引退しており、1978年、チームは、開幕から8連敗し6勝10敗、1979年も3勝10敗の、成績で解任され最後の3試合は、ラリー・ウィルソンが、 暫定ヘッドコーチに就任し5勝11敗で終えた。この時代チームはドラフトの失敗や不幸な出来事が重なった。1978年のドラフト一巡で指名されたスティーブ・リトルは1980年に交通事故で選手生命を失い、1979年のトレーニングキャンプ中に JV ・ケインが心臓発作で死去した。カージナルスは28シーズンを セントルイスで戦ったがその間プレーオフに出場したのは1974年、1975年、1982年のわずか3回であり187勝202敗13分、勝率481に終わった。1982年から1984年までチームは3年連続で勝ち越した。この時代のスターは 9B ニールロマックス。 W.R. ロイ・グリーン、R.B. オーティス・アンダーソンである。1982年ストライキで短縮されたシーズンを5勝4敗で終えたチームは16チームが出場することとなったプレーオフに出場したがグリーンベイ・パッカーズに16から41で敗れた。1983年チームはこの年第18回スーパーボールを制する。 オークランドレーダーズを破るなど8勝7敗1分の成績を残した。1984年、チームは最終週のワシントン・レッドスキンズに勝利すれば、レイオフ出場を果たせるところであったが逆転を狙った、FG が失敗し27から29で敗れた。1985年、チームは3勝1敗と、コースターとを切ったが5勝11敗に終わり、6シーズンチームの指揮を取った。 ジム・ハニファンはチームを去った。彼の公認となったのが、トム・ランドリーのもとで、アシスタントコーチを務めたこともある。テキサス農工大学の元ヘッドコーチ、ジーン・スターリングである。1986年、4勝11敗1分。1987年、7勝8敗と、チーム成績は改善された。この年のタンパベイ・バッカニアーズ戦では3から28。 と25点差リードされた状況から第4球に28点、取り、31から28と逆転勝利を収めた。これは、第4球最大得点差からの逆転勝利として、NFL 記録となっている。この時期、老朽化したブッシュメモリアルスタジアムやチーム成績の影響で、観客数は伸び悩み、ビドイローナーは、ボルチモア、フェニックス、 ジャクソンビルなどへの移転を検討した。一旦は地元ファンの反対もあり、計画は中止されたが1987年ホーム最後のゲームとなったニューヨークジャイアンツ戦は29,623人の観客しか入らなかった。そして翌1988年にアリゾナ州フェニックス都市圏に移転し、フェニックスカージナルスと解消した。 しかし貯蓄貸付組合からの資金調達ができず、新スタジアム建設は果たせず、天日にあるアリゾナ州立大学が所有するサンデビルスタジアムを本拠地とした。アリゾナ州に移転してからもチームは NFC チッ区に所属した。そのため、ロードゲームにおける移動距離は NFL1 であることが多かった。また7万3000人収容可能なスタジアムに観客は 平均3万5千人しか入らず、チケットが完売するのは平均して、年に8試合中2試合ほどであった。1994年3月に、現在のアリゾナカージナルスと解消した。2002年に、ヒューストンテキサンズが加入した、際の地区再編で、それまで所属していた NFC 東地区から NFC 西地区に移った。2006年からは、 アリゾナ州の外部団体が所有するユニバーシティ・オブ・フェニックス・スタジアムに本拠地を移した。フェニックス大学は命名権を有するだけで、この後、カージナルスは大学チームとスタジアムを共用してはいない。2008年シーズン地区優勝を決めた後調子を落としたもののプレーオフに入ってから、QB のカートワーナーや WR ラリー、フィッツジェラルドらの活躍、 レギュラーシーズン不審だったディフェンスの頑張りで、アトランタファルコンズ、カロライナパンサーズ、フィラデルフィアイーグルスを破り、ピッツバーグスティーラーズと第43回、スパーボールで対戦した。前半終了間際、カートワーナーのパスが、エンドゾーンでインターセプトされ、100ヤードリターンタッチダウンを、されるなど大きくリードされたが、その後フィッツジェラドへの TD パス2本が決まり逆転を、果たした。しかし、 終了1分を切ったところで、スティーラーズの逆転タッチダウンが決まり、スーパーボール初制覇はならなかった。2009年もチームは、地区優勝を果たしたが、ニューオーリンズセインツにプレイオフで14から45と、敗れ、シーズン終了とともに、カートワーナーは引退した。2010年のシーズンオフにデレック・アンダーソンを獲得、ワーナーの後継として期待がかかったマット・ライナーとは、 シーズン開幕前に解雇された。シーズン開幕後、不安定なアンダーソンに代わりドラフト外で入団した新人 QB マックスホールが先発を務めることとなった。2011年フィラデルフィアイーグルスから QB ケビンコルブを獲得した。コルブは故障勝ちでジョン・スケルトンと併用された。ドラフト一順で獲得したパトリック・ピーターソンが パントリターンで4タッチダウンを上げる活躍を見せた。オーバータイムでの勝利も何度かあり、8勝8敗でシーズンを終えた。2012年、開幕直前まで、ケビン・コルブとジョン・スケルトンが先発 QB 争いを行ったが、両者共にプレシーズンゲームでは、結果を残せないまま、スケルトンが開幕戦のエース QB に指名された。その後、スケルトンが負傷退場。 コルブが q b を務める中、1974年以来となる開幕からの4連勝を挙げたが、その後9連敗するなど、残り12試合で11敗し、5勝11敗でシーズンを終えた。シーズン終了後、ワイゼンハントヘッドコーチ、ロット・グレーブズ・ GM は解任された。後任のヘッドコーチには、 インディアナポリスコルツで病気のためチームを脱したチャック・パガーノの代わりに2012年シーズン途中指揮を取っていたブルース・アリアンズが就任した。アリアンズ指揮下の2013年以降はスーパーボール進出こそ果たせていないが、レギュラーシーズンは3年連続で勝ち越した。アリアンズはコルツでベートン・マニングやアンドリュー・ラック、ピッツバーグ・スティーラーズでベン・ロスリスバーガーを指導するなど、 QB 育成の実績を残してきたが、ここでもハイズマン賞受賞者でありながら安定した成績を残せずにいたカーソン・パーマを正 q b として成長させ、手腕を示した。2015年シーズンは2008年以来の NFC チャンピオンシップゲーム進出を果たした。だが2016年は7勝8敗1分と負け越し、2017年も勝ち越すことはできず2年連続して、 プレイオフを逃し、アリアンズは退任した。後任はスティーブ・ウィルクス。2018年にも地区再開かつカンファレンス再開となって3年連続してプレイオフを逃し、ウィルクスは解雇された。1920年以降楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。